はい、皆さんこんばんは。ベンチャンネルです。今日は2月17日金曜日、えー、5時45分になったとこですね。えー、先ほど、えー、夕方5時に、えー、家近くの、えー、ドラッグストアというか、えー、スーパーとも言えますけど、えー、まあ、イニシャル頭文字はね、一応、英語で言えば、K かな。 まあ自分の住んでる県が一番多いんだけどね。まあ、ドラッグストア系ですね。まあ考えてみると。そこでまあ5時から半額だったのを、えちょっと、ね、買いに行こうと思って行ったらもう、惣菜コーナーはこのいなり寿司しかなかったです。もうパンとかはなかったです。ただ一つこれしかありませんでした。半額の69円稲荷が3つ入ってるのと、あとドリンクコーナーではね、 まあ、自分健康のクローズドリンク好きなんでこれは30%かな103円、まあ、税込111円この2つだけを買ってきましたまあ今日はねこれが夕飯でしたいと思いますまあ午後はまあ一旦家に帰ってきて庭に置いてある自分のね あのー、百均、キャンプ道具などを、ちょっと、自分のやつ整理したり、漁ったりして、まあ、自分のかブちゃんのリアサイドに、またね、週末、うん、まあ、外の方で食べるかなと思ってるんで、まあ、いつものミニアカンと、あとは、あれかな、燃料、アルコール、うん、その、受け皿と、まあ、ごとく、その夜間の下の支える。 まあ固形燃料はないんで、まあ、燃料アルコールかあとはいつものようにガス管とガストーチで、えー、炙りのような感じで、まあ、作りたいかなと思ってますまあ予定ですからねあくまでも予定まあ自分がいつも言ってるあのー、なんつうの自分の 住んでる町より北側のいつも行ってるあのー、団地の中のねあの小さな駐車場のとこの水道がこの間行ってきたら凍結防止のためって言って紐でぐるぐる縛られてて水が出ないんです。ね一番水って言ったらさラーメンのために夜間に水入れてお湯沸かしたりとかね手洗ったりとかさね 物を洗ったりとか、あとは後片付けでね、食器とか洗ったりするために水は必要なんですけど、出ないっていうことになるとちょっとね、できない方が優先的になっちゃうんで、まあその場合はね、一応予備としてペットボトルきれいに洗ったやつに、まあ自分の近くの病院が湧き水が出てるところあるんで、そこで水入れてきて、まあペットボトル入れて、うん、それをまあ、水として 役立てようかなと思ってるんですけれども。うん。早くね、暖かくなってくればね。まあ、今週末は暖かくなるけど、まあ、あそこで凍結防水のために縛られているのはね。うん。まあ、公園とかああいう駐車場管理は役所関係なんで、まあ、自分では出せないんでね。では万が一の場合は自分でペットボトルに大きな2リットルでもいい。ね。1リットルでもいい。ペットボトルをきれいに洗ってから、ね。 家近くの病院の湧き水に水入れてきて、ペットボトルにそれを持っていこうかなと思ってます。そんな感じしかね。夏場あったらね、全然ね、どこでも開ける。まあ、他の場所行けば水出るところはあるかもしんないけど、他の公園とか行けば。うん。まあ、予定、あくまでも予定ね。今日の夕飯はこの二つです。あとは自分はね、もう、まあ、病院とこの方は、まあ、定期的にまあ一応、ね、また4月、 CT 検査、5月ゴールディン行く明けの8日には、まあ診察とか、それはしゃあないと思います。だけど、もうね、あの先生の方には、この間、2月の頭に先生に聞いたら、仕事復帰しても大丈夫ですって言われたんでね、うん、自分はねあの、新年度の、まあ再来,年再来月の4月の新年度、うん、まあ1年前、契約更新でやってるんで、ね、 それには戻りたい気持ちで、リハビリとか筋トレとかして、ちゃんと戻、戻せたんでね、痩せては見えるかもしれませんけど、体力的もね、ちゃんと外でウォーキングしたりとかして、ね、100%近くまで頑張ってやってるんですけどね。まあうん、自分は早く仕事したい。4月からね、スタートしたいと思っている気持ちで、熱い気持ちはなってます。まあ、あとはね、 うん、もう更新するかしないかの話は自分じゃね、熱い気持ちは伝えたんで、あとは自分の会社の方があの方ですよね。うんまあそこはね、うん熱い気持ちを何回も何回も伝える気持ちなんで、自分は。もうね、だって、なんです、ね、自分株で行動できたりさ、自分でさ、歩ったりしてるけどさ、うん 動けなかったらさ、全然寝たきりになってるよね。普通だったら。で、動けるんだからさ、仕事でさ、いけるよ。準備は万全に頑張ってきたんだからさ、自分はと思ってます。まあ、そんな感じですね。うん。まあ、ちょっとね、まあ自分の <laughs>、まあ、わがまじゃなきゃ変なね、こと喋っちゃったかもしれませんけど。うん。まあ、とりあえずね、気持ちは頑張ってるんでね、体力はもう先生も OK、仕事も OK、もう了解はいたんでね。 あとはね、信じるのみですね。うん。まあ、それじゃあ、自分はこれ、いないずを食べて、えー、夕飯したいと思います。それじゃあね、また何かありましたら、皆さんに連絡したいと思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったら、ご登録よろしくお願いします。それじゃあ、皆さんも良い週末を。それじゃあね。